止め剣は玉をまっすぐに上げて剣先に刺す技です。剣持ちでまっすぐに構えます。持ち方はこのようにします。玉をまっすぐに引き上げます。この時穴が真下を向いていなければ成功しません。玉の穴の真下に剣を回し込み、穴に剣先を差し込んだら完成です。ポイントは糸が緩んでから剣を動かすことです。膝のクッションも忘れずに。それでは一緒に練習してみましょう。まずは玉をしっかり止めてください。ポイントが3つあります。1つ目は紐を出ている小さな穴をよく見ましょう。2つ目は膝をしっかり曲げて高く上げすぎないようにしましょう。3つ目はゆっくりやりましょう。止め剣のポイントは、玉の向きは必ずピタリと止めたまま、糸が手に触れないように少し剣を傾けます。真上にまっすぐ膝を使って玉を持ち上げること。そして糸が緩んでから剣を動かすこと。止め剣は連続技では最後の決め技として使える技です。しっかりコツをつかんでください。